モニター開発って50代以上モニター専門家、モニケンです。今回は久々に BTO メーカーフロンティアのゲーミング PC セールのおすすめ紹介をしていこうと思います。最近グラボの値下げの影響か、普段よりもグレートなモデルが並んでたりします。その中でもモニケンの一押しをご紹介いたしましょう。それでは行くぞ。まず最初に求めてる人が多いであろうミドルスペックから紹介します。まあ、サイト内ではエントリーモデルって書いてるんですけど、3060Ti はね、まあ、ミドル寄りじゃないかな。僕はミドルスペックだと思ってます。で、ミドルスペックというと、RTX3060 か、RTX3060Ti あたりが候補になると思います。個人的には、やっぱり RTX3060Ti が熱いですね。3月くらいまでは、フロンティアの RTX3060Ti あたりのモデルって、かなり少なかったんですが、なんと、今回は復活してます。特にこの AMD Ryzen 5 5600 プラス RTX3060Ti を積んだ限定30台のモデルがかなりお買い得。 Ryzen 5 の5600はインテルの Core i5 の12世代くらいのスペックなので、 RTX3060Ti のボトルネックにもならない十分すぎるスペックですね。価格も174,800円と他の RTX3060Ti 搭載モデルよりも全然安いんですよね。CPU のスペックで言えば、隣の Core i7 第10世代のモデルより高いはずなんですけど、なぜかこっちの方が5000円高いという謎仕様。まあ、いいものがね、安いっていうのはありがたいことですね。RTX3060Ti はかなりコスパの高いグラボで、フル HD ならほとんどのゲームを超快適な環境で遊ぶことができます。具体的には、Apex Legends でフル HD なら 200fps 以上で安定しますし、Fortnite のパフォーマンスモードなら、300fps 超えも可能です。モンハンワールドみたいなちょっと重めのゲームで 4K 最高画質で動かすとか思うとちょっときついかなって感じで、 60fps 以下になることもしばしば。というか、まあ 60fps はきついですね。正直 4K でゲームをするってなるとちょっとスペックが足りないんですけど、フル HD で高フレームレートを出したい人にとっては一番コスパが高いであろうグラボ RTX3060Ti を採用しています。 WQHD 解像度でも 100fps 以上出せるゲームが多いので、 WQHD でゲームを遊びたいっていう人にも十分おすすめできますね。あと地味なんですけど、Windows 10なのが嬉しいですね。 Windows 11だと最適化されてないゲームも多いので、思わぬエラーが出ることもあります。例えばバロラントなんかは Windows 11だと BIOS をいじるっていうちょっと面倒な手順を踏まないとゲームができないです。特に初心者だとこの BIOS をいじるのが結構大変だったりするので、 Windows 10の方がゲーマーにとっては現状メリットが大きいですね。で、その他のスペックですが、メモリは 8GB のメモリを2枚で 16GB、 ストレージは 1TB の SSD を搭載。どちらも十分ですね。動画編集をするってなってくると、長尺の動画を編集したり 4K で録画したデータを編集する場合は、まあ、メモリがちょっと足りないかなって感じ。ストレージもゲームをめちゃめちゃ大量に入れて動画もたくさん保存してたら、まあ、1TB じゃ足りないってなるかもしれないんですが、メモリとストレージは後から簡単に増設できます。プラモデルを作るくらい、ちょちょいのちょいで増設できちゃうので、とりあえずカスタマイズはしなくていいと思います。もうこのまま買って OK ですね。一応カスタマイズとかでも SSD だったりメモリだったりは増設できるんですが、自分で後から増設した方が価格的には安く済みます。ストレージに至っては USB 接続の外付け HDD とかもあるので、ご自分で調べてみてください。で、続いてハイエンドモデルですが、RTX3070Ti がお得ですね。まあ、ハイエンドかっていうとちょっと微妙なところで、ミドルハイに近い気がしますが、そこは気にしないでください。正直、RTX3070Ti って、一つ下のモデルの RTX3070 と、あまり性能差がないので、それなら思い切ってもうワンランク上の RTX3080 とかを買った方が良くねっていう派閥だったんですが、今回はマジで安いから、ありよりのありゆべってるち。最安値である、Core i7 の第10世代を搭載した204,800円のモデルはもう売り切れちゃってるんですが、それより15,000円高い219,800円の AMD Ryzen 7 5700X を搭載したモデル、こいつも十分安いです。 Core i7 の10世代のものよりも CPU 性能は高いですしね。 Apex Legends や Valorant のような流行りの FPS ゲームで 240fps で安定しますし、 WQHD 解像度で 144fps 安定もバッチリ。 4K でプレイするなら、まあ、ゲームにもよるんですけど、もうちょっと
っとお金を出して、RTX3080 搭載モデルが欲しいですね。ただ、RTX3070Ti モデルねって、まあ普通20万ちょっとで買えるスペックじゃないんですよね。ちょっと前だと、いくら格安のフロンティアのセールとはいえ、まあ23万円から25万円くらいはしてたんじゃないかな。そう考えると、売り切れてしまったモデルと、こっちのね、真ん中のモデル。こいつらは今かなりお買い得な気がしますね。メモリも 16GB2 枚の 32GB で十分ですし、ストレージはね、SSD1TB だけなんですが、ストレージは後からいくらでも増設が簡単なので、そんなに問題ないと思います。一方でね、こっちの RTX3080 のモデル、スペック的にはもう最強で、4K でもレイトレでも VR でも何でもござれって感じではあるんですが、年明け頃と比べて、そこまで価格が安くなってないっていう点がね、ちょっと気になりました。お値段も25万円から32万円と、RTX3070 のモデルと比べて、4万円からね、8万円値段が上がっちゃってるんですよね。なので、3080は予算にかなり余裕がある人向けです。ですが、このレベルを買う予算があるなら、RTX4000 番台の発売を待ってもいいかもしれません。4000番台の方が間違いなくスペックが高いですからね。まあ、価格も高いんですけど。今、ハイエンドに近いモデルを買うってなったら、まあ、このね、Ryzen 7 5700X と RTX3070Ti を搭載したモデルが一番コスパが高いと思います。で、最後にエントリーモデルなんですけど、これはね、あんまり変わり映えしない。というか、正直微妙かも。RTX3050 シリーズのものだと、Core i5 の12世代プラス RTX3050 のモデル。これが候補かなって思うんですが、これならね、もうちょっと頑張ってなんとか、こっちのね、RTX3060Ti 搭載モデルを買ってほしいかもしれないなと僕は思いますね。それくらい RTX3060Ti 搭載モデルはコスパが高いです。ただ、4万円の差って学生とかだと超大金なので、どうしてもきついっていう人はこいつを買っても OK です。CPU 重視ならこっち、グラボ重視ならこっちの3060かな。まあ、でもこれでも1万5000円下がるからね。1万5000円出すならさらに出してこっちの3060Ti を買いたいなって僕は思っちゃうので、まあ、エントリーで買うなら3050かな。ここはね、非常に難しいですね。ただ、全体的な性能を見た時だと、こっちの RTX3060 搭載モデルの方がお得ですね。グラボの性能も上がって、メモリも 8GB2 枚の 16GB にパワーアップ。で、SSD もこっちは 500GB なんですけど、1TB にパワーアップ。で、グラボの性能が上がり、CPU だけ2世代前のモデルに型落ちって感じ。まあ、1万5000円の差の価値は十分すぎるほどありますね。正直、CPU の性能落ちても、まあ、Core i5 の10世代なら、まあ、全然使えるレベルだし、3060のボトルネックにもならないレベルです。ただ、もうどうしても13万5000円がギリっていう人は別にこっちでもそこまで問題ないと思います。もちろんコスパはね、3060のが高いんですけど、予算ギリギリの人向けはこっち。RTX3050 でもね、ぶっちゃけ Apex Legends で 144fps 張り付き、Fortnite の低画質で 165fps 張り付き、で、Valorant でも 200fps くらいは余裕でいけるので、ゲーミング PC レビューでフル HD 以上の画質でプレイする予定がないっていう人なら、これでも十分なスペックです。メモリが 16GB の1枚出しなのと SSD が 500GB しかないっていうのがやっぱちょっと心もとないですけどね。こまめにプレイしないゲームを消したり不要な動画ファイルを削除したりしないと将来的にはちょっと足りなくなりそう。ちなみにこの3050搭載の2台に関しては好みで選んでいいです。 CPU 性能で言ったらスペック的には若干 Core i5 の12世代の方が高いかなって感じ。ただ Valorant がやりたいっていう人なら Windows 10の Ryzen 5 5600 モデルを買った方がバイオスいじったりとか余計な手間がいらないから楽ですね。そこまでスペックに差はないので好みでいいと思います。で、もうちょっとだけなら出せるっていう人はこっちのね、3060を買っておくと、まあ、FPS が上がったり、ゲームによっては WQHD 解像度で、まあ、100fps 前後ぐらいまでいけるかな。軽いゲームなら全然 100fps 以上出ます。まあ、重たいゲームでも、まあ、60fps ぐらいで動くので、グラフィック重視のゲームをやるときとかにはこっちのは活躍すると思いますね。あと、こっちに GTX 1660 スーパーと1650のモデルがあるんですけど、確かにね、12万円と10万円っていう、めちゃめちゃ目を引く値段はしてるんですけど、この辺は今更買うにはちょっと微妙かなっていうスペック。この辺を買うなら、もうちょっと頑張って、
こっちのね、3050とか、3060くらいを買ってほしいなと思いますね。そっちの方が長く使えるし、満足度も高いと思います。というわけで、フロンティアのリニューアルセールのおすすめゲーミング PC を紹介させていただきました。先日、グラボの価格が下がってきてるという動画を出しましたが、PTO もグラボ単体ほどではないですが、モデルによっては安くなってますね。まあでも、フロンティアのセール品って、お買い得なのはいつものことなんですよね。なので、グラボの値下がりのおかげなのか、フロンティアの企業努力の結晶なのかはわからないですね。ただ、現状ゲーミング PC は、円安の影響がいつ出るかわからないので、買い時がね、非常に難しいです。もしかしたら、ここから円安の影響がガッと出て、ガッつり値上げするかもしれませんし、仮想通貨下落の影響を受けてガッつり値下がりするかもしれません。なので夏頃発売というリークも出てる4000番台の発売まで待つっていうのも全然ありです。ただ1年半くらい前にグラボがバカみたいな値上がりをしてからだと、もう最安値に近いくらいまで下がってはいるので、個人的にゲーミング PC は十分買い時だと思います。もしこのセール動画でわからない単語があったっていう人は、モニケンチャンネルの世界一わかりやすいゲーミング PC の選び方っていう動画を見て勉強してみてください。わからなかった単語が一気にわかるようになって、自分に合うスペックのゲーミング PC を選べるようになるはずです。概要欄に動画のリンクを貼っておくので、ぜひ見てください。もちろん、今回紹介したフロンティアのセールページのリンクも概要欄に貼ってあるので、気になるモデルがあれば、リンク先からチェックしてみてください。そんな感じで動画を終わらせていただこうと思います。最後に、この動画が良かったな、参考になったなと思った方は、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。 See you!